ニコラス・ニコル・ウェリン・デイビスは、ジェームス・マシュー・バリーのピーター・パンや、ロスト・ボーイズに着想を与えたル・ウェリン・デイビス家の息子たちの逸夫。1904年、ピーター・パンあるいは大人になりたがらない少年、初演時にはまだ1歳であったため、デイビスは当初の作品には関わりはない。しかし1911年の小説、ピーター・パンと演技が出版された時には8歳であったため、 モデルとされ、後に戯曲化した際は、ウェンディの弟、マイケルのミドルネームがニコラスに変更された。イギリスの作家ダフニル・モーリエのいとこにあたる。1903年、デイビスが生まれた時にはバリーはすでに、兄たち及び母シルビアと友人となっていた。1907年に、父アーサー、1910年に、母シルビアが亡くなると、バリーは、デイビスの叔父であるガイル・モーリエ及び、 クロンプトン・ルウェリン・デイビス、祖母、エマ・デュー・モーリエと共に、デイビス兄弟の後見人となった。1915年、ジョージは第一次世界大戦で戦死。1921年、マイケルは親友と溺死し、デイビスが成人になる前に4人の兄のうち2人が亡くなった。イートン・カレッジ及び、オックスフォード大学に進学後も休暇は、バリーと過ごした。バリー。 デイビス1926年、第三代男爵ウォルタージョン・ジェームスの娘、メアリー・ジェームスと結婚し、1928年、娘ローラが誕生した。バリーはローラの名付け親となった。1935年、デイビスは兄、ピーターの出版社、ピーター・デイビス社に入社した。1959年、兄・ジャックが病死。1960年、 ピーターが自殺で相次いで亡くなった。最後の生存者として、1978年 BBC が制作したミニシリーズザ・ロスト・ボーイズにおいてアンドリュー・バーキンの脚本の監修を行った。1980年10月14日、ケントの映像音にある自宅で亡くなった。ザ・ロスト・ボーイズでは年齢に応じてスティーブン・マシューズ、ジェイソン・ファーザーズ、マシュー・ライアンのに、後に プロデューサーとして恋に落ちたシェイクスピアでアカデミー作品賞を受賞することとなるデイビッド・パリフィットの複数の俳優がデイビス役を演じた。バリーとデイビス家との関わりを描いた2004年の映画ネバーランドにはデイビスは登場しない。映画の中ではデイビスの父の死と母が病気になる時期が近く、デイビスが誕生する余地がなかった。ありがとうございます。